はい、皆さんこんにちは、ギガプロトグです。今回はですね、タウンイベントですね、お知らせにありますが、今はちょっとね、こんな風に、降臨ガシャということで、華教員ですね、華教員とディオ、まあ、ディオはね、なんかそういう限定のガシャでしか手に入らないというのはわかるんですけど、なんで華教員がね、なんで華教員が降臨ガシャでしか手に入らないのっていうね、疑問がすごいあるんですけども、とりあえず下行ったらですね、はい、またこれもまた、超 SP スキルマインドピックアップということで、ディオの、特にディオかな、うん、ディオはあの時止めナイフとザワールドの2種類あるので、まあ、それがピックアップされてるということですね。はい、自分はもう持ってるので、もうやる必要はない。一応今回の降臨ガシャは回す必要はないです。はい、そして、重要な、今回の点ですね、この、イベントクエスト、奇妙な青春の決着開催ということで、これはタウンイベントですね。はい、イベント期間中はマイタウンの離脱、タウンメンバーの脱退処理はできませんということで、これはタウンイベントになりますね。はい、奇妙な青春の決着、清めてやるその汚れたる野望ということで、これ5月9日まで、明日からかな、うん、5月2日からだと思うんですけど、明日から、5月9日までタウンイベントが来るということですね。はい、でディオが支配しようとするウィンドナイツロッド、強敵との戦いの末、ツェペリはタガカスとの戦いに亡くなる、ツェペリの死を腕に、胸に、そして今、決着をつけるため、ジョナサンはディオと対峙するのであった。敵を倒し、ディオとの決着をつけろということで、本イベントは、クリアしてもポイント獲得っていうのはまあ変わらないですね。はい、一定ポイントを貯めて豪華商品が手に入る。で、クリアするだけで、豪華商品が手に入るっていうのはちょっとわかんないですけど、この限定ボーナスクエストが日替わりで登場。これはちょっとわからないんですけども、まあ、果敢に挑戦しましょう。さらにタウンに加入していると、まあ、累計ポイントに応じて、豪華商品が手に入るということで、まあ、これがタウン報酬ですね。いわゆる。今回このためにね、タウンメンバーの、募集ですね。かけましたよね、いろいろね。いろんな方法でかけましたが、まあ、結果的に、まあ、15人、まあ、集まったんで、積極的な方をね、中心に、この方なら、まあ、かなりやってくれるだろうと。かなり積極的にね、うん、やってくれるだろうという方を中心に厳選して、タウンメンバーに、まあ、お迎えしたので、まあ、今回はね、どれぐらいいけるかっていうのはちょっと、まあ、正直、まあ、達成できるか、最高ランクまで達成できるかっていうのはちょっとわかんないですけど、とりあえずね、まあ、かなり、みんなで頑張れるかなと、今回はね。はい。で、またマインド、まあ、スターマインドとか登場とか書いてますけど、これはまたマインドですね。マインドガシャの方で、またポイントの倍率が上がるマインドが手に入るってことですね。はい。というわけで、今回ね、はい、かなり、勇敢な、タウンのメンバーでさんですね。はい。もう本当に厳選に厳選しまくって、タウンにお迎えした方ばかりなんでね。はい、今回こそは、ログイン勢とかね、あまり積極的ではない方とかは一切いないはずなので、かなりいけるはずでございます。皆さん頑張りましょう、タウンイベントね。はい。本当にね、まあ、話変わりますけども、スタチューガシャで、降臨ガシャでね、なぜか華教員がね、なぜか降臨キャラになっているって謎なんですけどね。自分はもう、ディオ、ね、取ってあるので、あとはもう、マインドですね。マインドも、時止めナイフ、そしてザワールドの両方取ってあるので、特に、華教員欲しいとは思わないのでね。なんでこいつは限定キャラなのっていう感じなんですけど、これ、よっぽど華教員に、こう、キャラ愛があるとかね、そういう方しか引かないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、自分は引きません、ちなみにね。はい。というわけで、まあ、今回はね、タウンの、まあ、タウンイベントが始まるよということと、まあ、皆さんで頑張りましょうというね、はい。そういうことを言いたかった動画でした。というわけで、今回はこの辺で、
終了にしたいと思います。ありがとうございました。